はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画では井上さんの生活費紹介と、はい、まあ、何をきっかけに節約をし始めたのとか、はい、あとはまあ節約のポイントとかを聞いていきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、シンプルな生活をモットーにしております、ナレーター試食販売員の井上美希です。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、先日、はい、こちらのお部屋のルームツアーだったりとかがすごいご好評で、 ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、でまたちょっと定期的にねコラボしていきたいなというふうに思うんですけども、はい、まあ、今回はちょっとお金の話といいますか生活費のちょっとお話をしていきたくて、はい、というのもなんで気になったのかっていうと、はい、同じ病気を持っていて、はい、僕も節約したので、もしかしたら節約してるかなとかいろいろお金のこと考えたのかなと思って、はい、今回ちょっと生活費をご紹介していただこうと思いました。はい、で今回は2019年と2021年のちょっと比較をしながら見ていきたいと思うんですけども、はいはい、じゃあまずはですね固定費から見ていきたいと思うんですけども、はい、お家賃が65,000円で、はい、2019年くらいからこちらに住んでるんですけど、もっと前からこちらでしたっけ。そうですね、2005年前ぐらいなので、はいはいはい、2017年ぐらいからもうここに住んでます、ね、結構長いんですね、はい、じゃあこちら、はい、ありがとうございます。ちなみにお家賃的にはなんかどういうふうに決めたとかってありますか。相場というかこちら引っ越して、相場は今この多分付近の相場よりは結構安めの相場にはなってるんですけど、まあ、自分の収入と照らし合わせて、まあ、65,000円が上限かなっていうところで、なるほど、はい、一気に上限を攻めたわけですね。そうですね、はい、アクセスもめちゃくちゃいいですからね、この辺ね。そうなんですよ、駅から近いので、はい、ありがとうございます、はい、で続いて NHK 代が、はい、2019年2,280円で、はい、まあ、これ月々の支払いっていう感じですもんね。そうですね、はい、で2021年が0円ということで、これはもうテレビ手放してっていう感じで。そうですね、解約して、はい、0円になりました。いつぐらいにテレビ手放したんですか。手放したのは本当に最近で2ヶ月前ぐらいですかね。 でも支払いもなくなって良かったかなということで、はい、はいはい、ありがとうございます。では続いてスマホ代ですね。昔9,000円、今が6,000円ということで、3,000円減ったのには何か理由はあるんですか。はい、携帯自体は変えてはないんですけれども、はい、私ソフトバンクを使っていて、はい、で家族割と光割を導入して、うん、それでマイナス3,000円ぐらい、はい、で あとオプションもいろいろ全部解約したので。なるほどなるほど。そうなんです、それで見直して。お、はい、なるほど。なんでまた見直そうってなったわけですか。それも、はい、その固定費とかお金の勉強し始めて、はいはいはい、で固定費を見直した方がいいっていう風になって。なるほど。スマホとかいろいろ見直して、はい、ソフトバンクさんで6,000円って結構安い方ですよね。かなり安い方だと思います。そうですよね、家族全員でソフトバンクなので。なるほど、それが大きいかもしれないです。家族割でね。そうなんですよ、はい、でオプションとかもいろいろ見直して、はい、これだけ安くなったということで、はい、ちなみにそのソフトバンクにこだわる理由というか何かあるんですか。世間ではなんか結構格安スマホとか流行ってますけど、はい、楽天モバイルも検討したんですけど、はいはい、私Wi-Fi を家につないでいなくて、うん、あ、はいはい、ソフトバンクが無制限のやつで、うん、ありますね、テザリングもそれでパソコンもやってて、うんうんうん、なるほど。で楽天モバイルだとやっぱり電波がっていう声もそうです、ね、ありますからね。そうあるので、はい、まだ今ちょっと検討中の段階です。ことですね、はい、はい、ありがとうございます。で続いてはポケット Wi-Fi を昔はお持ちで5,020円、はい、で今0円ということで、はい、これ手放したわけですね。手放しました、はい、なぜ手放したんでしょう。テザリングで間に合うなと思って、はい、なるほど、はい、この5000円分はちょっと余分だなということでね、はい、確かにソフトバンク使い放題だったらもうそれだけで十分という、はい、そうなんですよ、はい、で続いてはこれサブスクですかね、Hulu。 あ、はい、そうです。昔1,050円、今が0円ということで、これお辞めになられたと、はい、まあ、やめて下にもあるんですけど、アマゾンプライムに変更して安い方にしたっていう形ですね。なるほど、それでまあ500円ぐらいは節約になってっていう感じで、はい、これはあれですか、節約目的でっていう感じで変えたんですか。そうですね、節約目的とアマゾンでたまに買ったりするので、アマゾンプライムのまあ速達とかできるので、はいはいはい、そっちの方がいろいろ用途がまとまってていいなっていうところで、ということで、はい、ありがとうございます。で最後脱毛ローンということで、はい、昔13,000円、今が0円ということで、これもお支払いが終わったっていう感じ。はい、これは完済しました。なるほど、はい、なるほど、いいですね。これ何年ローンとかだったんですか。これ3年ローンだったと思います。はい、はいはい、そういうことですね、はい、
はい、っていう感じで固定費は以上になりまして、はい、続いて光熱費ですね、はい、電気ガス水道を見ていきたいと思うんですけど、はい、まあ、それぞれそんなに変わらずっていう感じですかね。そうですね、光熱費自体はもともとそんなにたくさん使ってたわけではないので、まあ、そこから特に変わらずっていう形ですね、はい、6500円全部合わせてって結構安くないですか。安いですかね普通一人暮らしで、はい、まあ、僕の感覚ですけど、はい、一人暮らしで大体1万から1万5000円ぐらいをイメージしてて、まあ、大体3000円ぐらいのイメージだったんですけど、はい、なんでこんな安いんですかね。電気代はでもあの月、はい、やっぱり季節にもよるんですけど、夏場とかやっぱり冬場はエアコンとかも使ったりするので、今のこの金額よりはまあ多少やっぱり上がってしまうんですけど、大体平均するとこれぐらい、はい、そうですね。もともと物も少ないし、なんか整理整頓に切っといてるから、はい、なんか無駄遣いとかしなさそうですね、光熱費、電気ガス水道とか、あんまりないかもしれないねそれは、はい、ということで、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続いては変動費に移っていきたいと思うんですけども、はい、食費これまたすごいですね。昔5万5000円、そうなんですよ、はい、で今1万8000円ということで、これ何が起こったんですか、はい、食費は、まあ、コロナ禍っていうのもあるんですけど、はいはい、私一人で結構ちょっと飲みに行って、うん、1回3000円とか使ってたりもしたので、はい、そういうのも今一切やっていないので、かなり外食費は減りましたね。このご時世的に節約になったっていうところで、はいはい、なんか我慢とかはしてないですか。もともと外食とか、まあ、食べることがあって外で、はい、それが今割と自炊とかが多めってことですもんね、はい、なんか外食べに行きたいなとか。自炊を結構楽しいなって思うようになって、うん、あったかいご飯をやっぱり食べるっていいなっていうところで、まあ、うんうん、今あの家で食べるのも結構好きなので、そこはあまり我慢はしてないかもしれないです、っていうことですね、はい、じゃあもう美味しいご飯も食べれて節約にもなって、はい、よかったかなと、はい、ありがとうございます、はい、ちなみに何の料理が好きなんですか。何の料理を作ることがあるんですか。よく作るのは、はい、でも煮物を作ることが多いですね、和食とかが多い。和食が多いですね。なるほど、ヘルシーでいいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いては生活用品、昔が6000円、今が3000円ということで、はい、半分ぐらいに減ってますけど、これなんかきっかけとかはあったんですか。これは、固定費を見直した時にいろいろお金を見直して、うん、シャンプーとかその毎回使う消耗品を見直して、もともと美容院で6000円ぐらいの結構お高めのやつを買ってたんですけど、はいはい、まあ、そこまでじゃなくていいかなっていうところで、はい、まあ、今1本1500円ぐらいのものに抑えて、はい、それはスーパーとか薬局で買うようにしたみたいな感じですか。あ、そうです、薬局で買うようにしました。なるほど、まあ、確かに美容院さんのはいいものかもしれないですけど、はい、ちょっと高いですからね。そうなんですよねそこら辺でちょっと節約してっていうことで、はい、で続いてコンタクト代で、はい、昔が3000円、今0円ってなってますけど、はい、コンタクトやめたってことですか。そうですね、完全にはやめてないんですけど、あの仕事によってやっぱりコンタクトでメガネがあんまり良くない仕事があって。あ、なるほど。そうなんです、はい、あの自分が出る時とか。あ、はい、そういうことですね。だから、まあ、普段はまあメガネだけど、はい、まあ、お仕事が上ちょっとコンタクト使うこともあるから、はい、その時は買うけどっていう感じ。そうですね。なるほど、まあ、コンタクトも高いですもんね、買うとなったら。そうですね、それこそ3000円とかはやっぱりかかってきてしまうので。なるほどなるほど。え、昔からそういうスタンスでやってたんですか。あ、もともとはもう毎日コンタクトつけてたので、はいはいはい、もう本当に消費がすごい激しかったので。そうですよね、はい、なんでまたそのメガネを取り入れようってなったんですか。もともとメガネ持ってはいたんですけど、はい、あんまりほとんど使っていなくて、うんうん、そのコンタクトをやめてその分のお金を別に回したいなっていうところで、うんうん、はい、そういうことですね、はい、ちなみに何に回したかったんですか。今のところはやっぱ貯金とか投資に回したいなっていうことですね、はい、いや確かに僕も今目がありがたいことにいいんですけど、はい、悪くなったらメガネにしようと思って、はい、あの妻がコンタクトでちょっと結構出てるからお金が。やっぱりそうですよね。そうそうそう、節約っていう観点で僕はメガネがいいなと思って、はい、はいはい、ありがとうございます。では続いて、はい、美容費で、これはまあ昔よりも今の方が高いっていうことですね。そうですね、はい、化粧品とかは変わってはないんですけど、あの美容院に行く回数が、はい、あの増えて、もともと結構半年に1回ぐらいしか全然行ってなかったんですけど、はいはいはい、最近その髪を、まあ、今染めてるんですけど、髪が黒と茶色 で、はい、でそこはちょっと行く回数が増えたので、まあ、ちょっと上がっちゃったかなっていうところで。なるほど、ということで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続いて交通費で、はい、昔が1万2000円、はい、今が1万9000円ということで、これ何か変化があったんですか。あ、職場が遠くなったので、はいはいはい、その分交通費は今すごい上がってますね。ということですね、はい、この辺は何か
引っ越しをしようとかとはならなかったんですね。まあ、今検討してます。検討中、はい、なるほど。ちょっと職場の近くに行こうかなみたいな。そうですね。でなんかそこでなんか家賃の上げ下げとかはありそうなんですか？家賃も下げたいなっていう思いはあります。なるほど。下げつつ職場に近くに行けたらいいかなということでね、はい、結構交通費2万円は大きいですね。かなり大きいですね。で続いて医療費が昔も今も5000円ということで、これあれですか、はい、難病の、あ、そうです、潰瘍性大腸炎の、はい、はい、ですね。これ上限5000円なんでしたっけ？上限5000円ではないんですけど、あ、はいはい、まあ、平均して大体これくらいで、なるほど、はい、たまに薬が増えたりするとやっぱりもう少し多くはなっちゃいます。上がっちゃってっていう、あ、そっか、病院代と薬代で毎月月5000円ぐらい、そうですね、はい、ありがとうございます。この病気ってね、医療費がかさむんですよね。そうなんですよ。そう、はい、もう本当にね、貯金したい人はちょっとあんまりね、嫌、はい、ですよね、はい、はい、ありがとうございます。で次が、副代ですね、はい、昔4000円今2000円ということで、はい、これ何か変化はあったんですか？洋服は今はもうほとんど固定化してしまってるので、はいはい、ほとんど買っていないので、靴下とかやっぱりその消耗されていくものをちょこちょこ買い足してるっていう形です。なるほど。だからもう服を買わない暮らしにしてからだいぶもう減ったかなと、はい、減りましたね、はい、で次手数料っていうのが気になるんですけど、はい、昔2000円今0円ということで、これ何の手数料なんですか？昔現金派だったので、あ、はい、コンビニとかでやっぱりちょこちょこ下ろしちゃってたので、はい、あ、そうです、そうです。なるほど、2000円もいくんですね。結構細かく下ろしてたので。なるほど、なるほど、まあ、それがなくなって今キャッシュレスです、はい、今もうキャッシュレスで。なるほど、はい、2000円分いってね、年間にしたら2万円ちょっとだからだいぶ節約になって、はい、大きいですね、はい、で続いて交際費ですね、はい、昔2万円今3500円ということで、これ、はい、あれですか、食費と同様にコロナ関係のそうですね、コロナもあってやっぱり友達と遊んだりとか飲みに行ったりとかも ほとんど一切ないので、それでやっぱり落ち着きましたね。なるほど。もう普段は割と一人で過ごすことが多いんですか？まあ、多いですね。なるほど、そういうことですね、はい、まあ、ご時世的なものでだいぶ節約になったかなと。そうですね、いうことで。で最後貯金ですね、はい、昔0円ってなってますけど、はいはい、昔全然してなかったんですか？本当に貯金がなくて、はい、貯金は残ったらするっていう感覚だったんですよ、はいはい、今まで。もうできない人の典型の。そうなんですよ、まさにそうなんですよ、はい、今はその先取り貯金をするようになって、うんうんうん、っていうことですね、はい、で1万円毎月必ずしようっていうところでやってるということで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、2019年21年と全部支出見てきまして、はい、総額ですね、2019年が215,850円、はい、で2021年、今年が146,000円ということで、まあ、ざっくり6万円ぐらい節約になってるということで、はい、まあ、年間にすると、まあ、60万70万ぐらい節約できたということで、はいはい、率直な感想いかがですか、支出が減ってみて。いや、心が本当に楽になりますね。なるほどやっぱりお金 その家計簿見て支出が多いとやっぱ、あ、こんなに使っちゃったのかとかすごい焦っちゃうところもあるので、うん、まあ、だいぶ心が安定したりとか不安がなくなったりとかっていうところで、はい、で貯金が増えてきてはいるわけじゃないですか、昔と比べて、はい、なんかそこのなんか心の安定っていうか不安とかはどうですか？もう心がすごい安定しました。あ、なるほど。やっぱりお金がないと、はい、なんか来月どうしようかなとかそういう不安もあるんですけど、そこは徐々に減っていきましたね、はい、っていうことですね、はい、昔ね、後回し後回しになったら先取りにしてよかったですか？はい、よかったです、はい、ではでは、続いてですね、はい、井上さんにお金に関するちょっとインタビューをしていきたいと思うんですけども、はい、節約するきっかけ、そもそものきっかけは何だったのかっていうところで聞いてみたいんですけど、はいはい、節約するきっかけはコロナになって収入が結構減ってしまって、うん、はい、それで今までの生活ではダメだなと思って、うん、あ、なるほど、家計簿もつけてなかったんですけど、まず見える化しようっていうところで家計簿をつけて見直すようになりました。っていうことですね、はい、もう入ってきた分は全部使うみたいなスタイルだったわけですか？あ、もうまさにそんな感じでした。で貯金もほぼほぼないし、はい、コロナになって収入が減ってこれやばいぞみたいな、はいはい、で家計簿つけ始めたのがきっかけっていうところで、はい、ちなみにその家計簿つけました、はい、ちょっとこれまずいなってなったわけですか、はい、支出何から見直し始めたとかあるんですか？でも食費ですかね、一番大きかったのが食費だったので。5万ちょっとでしたもんね、はい、で食費をじゃあ外食あったから自炊にしたらいいんじゃないかみたいな、はいはい、ところですね。ありがとうございます、はい、じゃあそんな井上さんの超おすすめ節約術っていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、はい、いかがですか？はい、一番は、うん、固定費を見直すことだなと思いました。やっぱり金額が大きいものなので、はい、まあ、NHK とか最近ですけど、はい、NHK とかスマホとかも固定費って毎月かかってくるものなの で、うん、 そうですね、それを減らすだけでやっぱり年間通しての支出はすごい減るなっていうのは感じました。そうですね、もう生きていく上で絶対かかってくるのが固定費ですからね、はい、まずそこを減らせば
はある程度余裕が出てくるかなっていうところで、はいはい、続いての質問は、はい、逆にですねやってみたけどダメだった節約術、失敗しちゃったな、続かなかったなっていう節約術はあるのかっていうことなんですけど、とにかく価格の安いものを買うっていうところですかね。例えば日用品とかってことですか。日用品だとあの価格安くてもあまり問題はなかったんですけど、はいはい、最近だとあのワイヤレスイヤホンを買ったんですけど、今持っているものと実は別のものを最初持っていて、それはあの価格で選んだんですよ。なるほど。お気に入りのものではなくて。なるほど、安さ重視で。そうなんですよ、はい、そしたらやっぱりあんまり使わなくなってしまって、でお気に入りのものに変えたらより好きになったので使う頻度も上がって。なるほど、はい、安いからがゆえに、まあ、その見た目とか機能性とかあんまり気に入らず使わなくなってもったいなかったっていう、はいはい、そこから得られた教訓ありますか。なんかはもうフィーリングでこれだって思ったものは、はい、あの値段を気にせず買うっていうところですね、はい、で、はい、どうでもいいところってちょっとあれだけども、はい、安くてもいいものは安くするみたいな、はい、日用品とかね。そうですね、そのメリハリはねちょっと、はい、大事かなと、はい、大事ですね、はい、続いての質問は、今の生活費に何かご自身が感じてるなんか悩みとか、はい、問題点とか改善点とかはあったりとかはするんですか、はい、一番はやっぱり交通費が結構大きいので。さっき言ったやつですね。そうなんで、そこは見直したいなって今まだ検討中ではあるんですけど、うんうんうん、引っ越しをしてって感じですか。そうですね、引っ越しがやっぱり一番あれなので、うん、まあでね、なるほどなるほど、はい、まあ6000円って結構でかいですからね。そうなんですよね、はい、昔に1万2000円で今1万9000円だから、はい、まあ、引っ越しをしてちょっと検討しようかなと。そうです、ね、今年か来年とかですか。今年引っ越せたらいいなとは思ってるんですけど、未定な感じです。なるほど、はい、ありがとうございます。続いての質問はですね、はい、浪費家時代に、まあ、それこそまあ収入のほぼほぼトントンで、まあ、ね、支出があったってことですけども、はい、お金をたくさん使った時の暮らしをちょっと振り返って、はい、何か反省したこととか、まあ、今となってね、はい、反省したこととか何か学びとか教訓とかありましたか。はい、当時は今のことしか考えてなかったです。なるほど、完全に、はい、なので先のことをやっぱり考える。例えば旅行に行きたいと思ったら、はい、その分あの旅行の分前もって貯めておくっていうのが当たり前なんですけど、まあまあまあ、それができていなかったので。なるほど、っていうことですね、はい、まあ、そういうふうにちょっと今だけじゃなくて将来のことも見据えてお金を貯めていこうというふうに変わったわけですね、はい、では続いて、家計管理、今ではもう良好に保てているとは思うんですけども、はい、あのやっぱり浪費家の方ってやっぱりリバウンドするというか、はい、たまに浪費したりとか遊びたくなる人とかも中にいらっしゃるから、はいはい、なんかその辺のなんかバランスの取り方だったりとかって何かあったりとかはしますか。ゆとりを持つようにしてて、はい、ゆとりがなくなるとやっぱりその考えることが後になってしまうので、うん、割とそのお金使い荒くなってしまうので、うんうんうん、いろいろこの見直す時間を作るっていうようにはしてます。なるほど、見直す時間は例えばどういう時に見直すんですか、はい、お休みの日とかで、まあ、掃除しながら、はい、最近お金の使い方どうかなとか。なそう、なんか井上さんのお宅にお金の本が2冊あってね、はい、そうルームツアー詳しく見てほしいんですけど、はい、だから結構最近お金について考えることも多く、はい、お好きの時間があれば、はい、家計管理をちょっと見直してみたりとか、はい、っていうことですね。ちなみに家計管理は何でつけてるんですか、はい、Excel とかスマホとか。あ、私スマホの家計簿アプリでつけてます。なるほど、買うたびにレシートでメモするのか、はい、写真撮るのか、もう自動化されてるのかとか。私は自分でメモをしてやってます。なるほど、はい、っていうことですね。続いての質問、はい、お金が貯まり出した、増え出した一番のきっかけは何だったのかっていうのが気になります。はい、はい、家計簿をつけて見える化したことですね、うん、あ、まずそこ、はい、そこが、はい、そこが大事、一番大事だったなと思いました。逆にじゃあ一番浪費の原因だったのは家計簿をつけてなかったことみたいな。つけてなくて、大体この収入がこれぐらいだからこれぐらい使えるだろうっていう感じでもうバンバン使っちゃってたの で、はい、借金とかはなかったんですか昔は。借金はそのローンぐらいですね。あの脱毛のローンぐらいで、はい、なんでまた家計簿つけなくていいやっていう発想になったんですか。家計簿をつけるっていう発想がまずなかったんですよね、なんか例えばご両親から家計簿つけなさいよとか、はい、あんた貯金してるのとか、なんか心配されることはなかったんですか。そういうのがなかったんですよね。そうなんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、ここが初めて一人暮らしってわけではないですよね。あ、そうです、前も一人暮らしだったんですけど、 そうですよね、その時も家計簿つけてなかった。つけてなくて不安じゃないですか。例えば引っ越す時もどれぐらいお金かかって今貯金あるのかなとか、はい、そういうのが本当になかったので、もう完全に浪費家だったんだと思います。そういうことですね、はい、いや本当にコロナの、ね、おかげで見直すことも
もできてっていうところで、はい、まあちょっとね収入減ったのは残念かもしれないですけどね、はいはいはい、でも家計簿を見直すきっかけになったということで、はい、ありがとうございます。では、続いて、まあ、今となってはもう節約されてる井上さんですけど、はい、無駄な支出というかここにはちょっとお金かけたくないなっていう支出はあったりとかはしますか？最近はあの衣類にあんまりかけたくないなって思うようになって、衣類を固定化するとまずその時点で楽になるので、うん、そこに増やすと物を増やしたというちょっとストレスもかかってくるので、まあまあまあ、でお金もそこにやっぱり使いたくないなっていう、はい、なるほど。ちなみに服にお金をかけないというか、はい、まあ、固定化するなんかきっかけはあったんですか？固定化するきっかけもいろいろ物を見直した時に、はい、固定化した方が楽だなっていうようになったので、まあ、うん、あともう仕事で使う服と兼用にすると、うんうんうん、あの毎日着ていく服がやっぱり決まって、まあ、すごい、はい、楽になりました。例えば、はい、じゃあ洋服買うってなった時はどういうタイミングで買うんですか？季節ですかね。季節、はい、冬になってやっぱり今の服じゃ寒いってなった時に新しいものを買おうかなっていうのは思ってます。なるほど。服買う時どういう基準があるとかどういう服を買おうとかってあるんですか？色味ですかね。色味、はい、ちなみにどういう色味を買うんですか？今白と黒が多いので、はい、まあ、基本白黒がいいかなっていうのは。なるほど。もうモノトーンな感じで揃えようということですね、はいはい、はい、ありがとうございます。では、続いての質問はですね、はい、貯金とか投資ですね、はい、まあ、投資もね自己投資とかインデックス投資とかいろいろありますけど、はい、なんかこれらについてなんか今考えていることがもしあれば。積み立てNISAを、うん、まあ、今始めたんですけれども。もう始めたんですね。そうなんですよ。でも満額ではやってなくて、うん、まだあの金額少なくやってるので、うんうんうん、まあ、いずれそれは満額にしたいなっていうのは。なるほど、はい、思ってます。ちなみに積み立てNISAを始めたのっていつぐらいなんですか？今年の4月ぐらいから。今年からね、はいはい、なんで始めようと思ったのかっていうのは。もうお金の勉強を始めて、あ、はいはい、あの積み立て投資やった方がいいよっていうのを読んで、両学長のあの本ですか？あ、そうです。あと動画も見てたので、はい、あ、そういうことですね。今年からもう本当に30になるタイミングで始めようと、はい、僕と今ったんでしょっていう、はい、なるほど。え、なんかイデコとかは始めようかなとはならないですか？イデコも考えたんですけど、うん、イデコはあの下ろせないじゃないですか。あ、60歳まで、60まで。なのでもう少し収入が増えて投資できる金額が増えたら考えたいんですけど、うんうん、なるほどなるほど。まずはあの積み立てNISAから、はい、始めました。ちなみに、まあ、今のはインデックス投資のことだ、はい、だと思うんですけど、はい、例えば貯金とかも、まあ、例えば生活防衛資金とか、はい、なんだろう、引っ越し費用とかいろいろ考えなきゃいけないことありますけど、はい、なんか目標とかってあったりとかするんですか？貯金とか。貯金の目標はやっぱりその生活防衛資金を貯めつつ今、うん、NISAもやっているので、うん、まずは防衛資金をちゃんと貯めたいなっていうところがあります。うん、なるほど。いや、バランス難しくないですか？あ、難しいですね。 そう、そこはどう考えたのかなっていう、はい、人によっては、はい、なんかまず生活防衛資金を、はい、まあ、例えば生活費の何ヶ月分とか、はい、まあ、例えば200万300万貯めた後にNISAとかやる人もいますし、はい、生活防衛資金貯めつつNISAとかやる人、まあ、井上さんのタイプでやる人もいます、はい、なんか最初の考えたこととかありますか？最初は先に貯めようかっていうのを考えたんですけど、うん、そうなると多分かなり先になってしまうので、まあ、なるほど。もう少額でちょっとずつ貯めつつやった方がやっぱり長く投資するものなので、うん、まあ、そうですね、はい、まあ、やりつつバランスよくやってるっていうところですね。そうですね。ではでは、続いての質問は、はい、まあ、今頑張って節約をして、はい、で貯金もして積み立てNISAも始めたっていうことで、はい、まあ、お金を増やして何に使いたいのかとか、はい、まあ、将来やりたいことはあるのかっていうのはちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、お金のために働かない状況を作りたいっていうのが一番ですね。なるほど。いわゆるライスワークはしなくてもいい。そうですね。なるほど。不労所得とか、はい、なんかセミリタイアファイヤーとか目指してるんですか？まあちょっと興味はあります。うん、はい、なるほど。まだそこまで本格的には考えてはないんですけれども、うんうんうん、っていうことですね、はい、なんかここにお金使いたいよっていうのは何かあるんですか？お金増やして、お金増やして、あの旅行というか旅に行きたいなっていうのもあります。あの、はいはい、いろいろなところに行くのが好きなので。なるほど。お金を貯めて、まあ、コロナなので今は難しいですけど、はい、それが落ち着いたら、まあ、仕事は自分のもの、好きなものをやりつつっていう形で、うんうんうん、はい、はい、ありがとうございます。日本旅行ですか、世界旅行？世界も行ってみたいです。なるほど、はい、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、で続いて、はい、で今と昔で多分お金の捉え方というか使い方ってだいぶ変わってきたと思うんです。昔はまあいわゆる浪費家で貯金してない、はい、で今は節約頑張って、まあ、投資もしてるっていうところで、はい、なんかその変わる過程でなんかお金の価値観、まあ、仕事でもいいんですけど、はい、なんか価値観とか考え方に変化はあったのかっていうのを聞いてみたいです。心が安定するようになりました。へー、あ、やっぱりそれぐらい効果が大きく、まあ、大きいですね。本当に毎月あのお給料日前とかは、うんうんうん、残金がもう手元に全然ないっていう生活を送ってたので、結構ギリギリ、かなりギリギリで切羽詰まって送ってたの
ので、うんうんうん、でそれがなくなることによってもうゆとりを持てて、うん、で欲しいものとかもその前まではやっぱり買えなかったので、うん、浪費をしてて、それこそなんかさっきちょっと生活費ご紹介させていただきましたけど、はい、なんか趣味と か, なんか娯楽とか遊びとかあんまりでも使ってはなかったんですか、はい、あそうですね、交際費ぐらいですかね、うん、娯楽ってなると、あそうなんですね、はい、言ってみたらそこまでなんかバカすかお金使ってたってわけではないかもしれないですね、30万40万とか使ったあそうですね、そこまではいてなかったですね、なるほど、えなんかちょっと気分転換に、はい、なんかストレス発散というか、はい、ちょっと遊びたいとかちょっと趣味にお金かけたいとかはないんですか、はい、普段今でも食費にはやっぱりたまに使ってますね、ああなるほど、はい、食べることがお好きっていう感じですか、はい、食べることが好きなので、なるほどなるほどっていうことですね、はい、では最後にですね、はい、井上さんのなんか節約のコツとか、はい、貯金のコツとか、まあ、抱負でも決意表明でもいいんですけど、はい、あの昔のご自身と同じ境遇の人とかもやっぱ中には見てらっしゃるんで、はいはい、ちょっとお願いします、はい、まずはやっぱり支出を把握することが一番大事だなっていうのは自分自身感じていることで、はい、まあ、家計簿つけてない方もいらっしゃると思うんですけど、そこはやっぱりつけた方が絶対いいなと 思いましたことですね、はいはい、なんか今後の抱負とか決意表明とかありますか、今後は積み立てニーサをまず漫画家にしたいですっていうところですね、はい、で、まあ、それを老後まで頑張って、はい、まあ、積み立てニーサもしっかり、まあ、イデコもできれば、はい、まあ、老後資金にしたいかなっていう、そうですね、あとはまあ旅行だったりとか、はい、好きなことにも使えるお金にしたいです、はい、っていうところですね、はい、ということで、はい、今回ですね、井上さんの生活費と、はい、あとは節約貯金のコツを教えていただいたので、はい、ぜひ皆さんも参考になるところがあれば実践してほしいなと思います、はい、ということで本日もありがとうございました、ありがとうございました。